はは。い、こんにちは稲葉です。今回は生徒のために作ったような感じなんですけど先生方も結構多いのではありませんかこれなんか揃ってなくてスペースね半角のを置いてスペースキーを置いてうんと揃えるでなかなか揃わないでイラーッとする何かお尻が元がよくなるような感じのイライラですね これ、結構多いと思います。で、これですね、本当は細かく数値を設定するんですけど、まあ、手とり早くポーンとパッとする方法をお伝えします。はい。まずはですね、今かよくない入力の仕方でやっていきます。わざとです。はい。えー、まず、点を打って入力っていきますね。 豊かな人間関係を築くための活用で適当にはい開業しますこうなりますねずれますでもうちょっとだけまた点を打って使えるアプリ兄弟を作成するはいこうしました で、やっぱ、これ、汚いですね。こう、こうなってると、やっぱり揃える必要があります。で、これですね、普通は、これ、半角、全角を使うケースが多いんですけど、揃いませんね。微妙に、微妙にずれます。まあ、線を当ててみたら、明らかにずれてるのがわかりますね。で、これですね、はい。全部選択します。 で、その次に、過剰書き、何でもいいので選択してください。まあ、この小さなやつを、はい、こうなりますね。でね、最初に打った小さな点は削除します。はい。これで一応揃ってるんですけど、なんか感覚が空きすぎるのが嫌ですね。これ、 詰めるためには、え、ルーラー、ローラーにチェックを入れて、ではい。また選択します。で、ね、ここの、下向き三角を見えますか下向きの三角。これをちょっと動かしていくと、はい。こう、詰めることができます。はい。こう。 オッケーですねで。あとちょっと盆摩擦もずれてるのが気になるのであればこれ選択しまいって簡単ですねこれ両端ドライ両端ドライを選択してパッとなりますはいどうですかは,はい文章と文末がパッと揃ってますねはい こんな方法になります。はい。ごく簡単なチュートリアルでしたけどもね、意外とこういうことで時間取ってイライラもうしんどーってなることがあるもんです。ということはね、ここではもうポーンと揃れる方法をやってみました。本当でしたら、インテンチの細かい数字とかをもっと入れていったらいいんですけどね、そこまでするのはしんどいですね。だから簡単な方法です。はい。 では、これで終わります。お疲れ様でした。はい、では、また。